どうもオールドプレイのサスさんです。はい、今回の動画ですね、このみんな大好き PS4 サラウンド関連のお話になるんですけど、これ知ってる人います？これ11月9日に発売する予定なんですけど、このスティールシリーズのゲームダックっていうやつです。これどうやって使うものかっていうと、これ PS4 とまず USB 接続します。で、電源とか入るんですけど、あと光デジタルケーブルで PS4 の背面端子と接続することで PS4 のゲームをサラウンドで聞くことができるっていうもので、ちなみに USB からボイスチャット音声を取り込むので、それを合わせてあのヘッドホンとかヘッドセットで聞いて、このダイヤルとかであのゲーム音とかボイスチャット音声のバランス整えたり、全体の音量上げたりとか、まあ今あのアストロのミックスアンプっていうやつ、それ持ってる人とか使ったこと前にあるよっていう人だったら大体イメージ湧くと思うんですけど、それと大体同じような使い方ができます。で、なんでこれ11月9日発売なのにこれもあるのかっていうと、実は11月9日に発売するのはこれ単体で発売されるっていうことなんですよ。で、俺はどうやって買ったのかっていうと、はい、このアークティスプロプラスゲームダックっていうヘッドセットが付いてくるモデルを一緒に買って使ってます。これ前に一回動画で紹介したことがあるんで、もしかしたらそれ見たことあるかもしれないんですけど、今度販売されるこっち単体モデルは好きなヘッドホンとかヘッドセットと組み合わせることができるケーブルが付属するんですよ。なのでこのヘッドセットじゃなくて社外製のやつ使いたいよっていう人はそっちの単品の方を買った方が安く済みます。じゃあ俺はこのヘッドセットと今まで組み合わせて使ったのかっていうと、でも実はそうではなくて、このヘッドセットとこのゲームダック使う方法なんですけど、はい、まずこれが付属のケーブルで、このゲームダックの左側にある端子、これに差し込みます。はい、で反対側、これも同じ形してるんですけど、これはヘッドセットに直接つなぐケーブルで、これ多分スティールシリーズの独自の端子なんですよ。なので普通のヘッドホンとかヘッドセットにこれをブスって挿すことはもちろんできないです。ただですね、こういう変換ケーブルがついてきてて、これモバイルアダプターって書いてますね。これどうやって使うかっていうと、本当の使い方はこうやって端子の先っぽに挿しますよね。で、これを例えば PS4 のコントローラーとかスマホにこうブスって挿して、で、こっち側、これをヘッドセット側に挿すことで、この専用端子のヘッドセットがあのスマホに接続したりとか、まあ、PS4 のコントローラーとか Nintendo Switch に挿して使えるようになるっていうものなんですけど、ただですね、この変換ケーブルともう一個ちょっと Amazon とかで売ってる変換プラグみたいなのを買うと、こっちのヘッドセットついてくるタイプでも好きなヘッドホンとかと組み合わせることができるんじゃないですかっていう風な情報を Twitter で教えていただきまして、で、その変換プラグ買ったんで使えるようになったんですよ。はい、で、その変換プラグっていうのはこれなんですけど、両方ブスって差し込めるやつになってるタイプで、どうやってつなぐかっていうと、まずこの専用ケーブルこっちに差してます。で、反対側にこのモバイル変換を差して、で、先端がこうなってるんですけど、これにこの Amazon で買った、これ500円ぐらいなんですけど、これ概要欄にリンク貼り付けておきますので、気になった方ぜひチェックしてみてください。で、こういう風にブスってやると、まあ、ここに普通のヘッドセット差せるようになりますよね。はい、ここに普通のヘッドホンの端子をブスッと差し込みます。はい、するともうこれヘッドホンで普通にゲーム音サラウンドで聞くことができるし、ボイスチャットも使えるし、これ市販のこういう変換プラグかませるからって言って音にノイズが入るとか音質劣化するっていうの全然ないんで、俺みたいにこういうゲームダックとヘッドセットが一緒になってるモデル買ったとしても、こういう変換プラグを使うことで普通に単品売りされてるゲームダックと同じような使い方がすることができます。で、俺この使い方でだいたいヘッドホンと組み合わせて2ヶ月ぐらい使ったんで、この単体仕様の、まあ、発売前なんですけど先行レビューみたいな感じで今日ちょっと話していきたいと思います。前の動画見てくれた人だったらある程度機能とか分かってるかもしれないですけど、ちょっと一回おさらいというかさらっと紹介します。ここにまずヘッドセット接続する端子ありますね。で、裏にこれモバイル、例えばこれでゲーム PS4 とかでゲームしながらスマホの音楽取り込んで音楽聴きながらゲームすることとかもできます。で、ラインアウト、これ俺実際試したことないんですけど、これ例えば外部スピーカーに接続してゲーム音スピーカーから出すとかっていうことができます。で、これ USB なんですけど、これで PS4 と接続しますね。で、このオプティカルっていうのが光デジタルなんで、 PS4 の背面から光デジタルケーブルでこっちにつなぎます。なので PS4 とはケーブル2本で接続されるっていう形になります。あとですね、 PS4 のスリムって光デジタル端子ついてないんですよ。なのでこれ使うっていう風になったら、HDMI を光デジタルと HDMI の2本に分配してくれる、なんかスプリッターみたいなやつが売ってるんで、
まあ、そういうのを使うとできるみたいです。俺は実際試したことないんですけど。で、前回ミックスアンプの時にもちょっとお話ししたんですけど、このモバイル端子、これ AUX と同じです。つまり。ですね、俺が使ってるやり方は、このゲームダックをパソコンに USB で接続して、オプティカルから PS4 のゲームを取り込みますよね。で、ボイスチャットは、外付けのマイク、他の外付けマイク使ってるんですよ。PS4 に USB で接続して。で、その外付けマイクから聞こえるボイスチャット音声を、このモバイルに、なんかオーディオケーブルかなんかで取り込むと、このゲームダックに接続したヘッドホンから、このボイスチャット音声も聞こえるし、サラウンドのゲーム音も聞こえるし、あとパソコンの音声も聞くことができます。この使い方、ミックスアンプでもできるんですけど、超便利なんで、これはマジでおすすめです。はい、じゃあちょっとこれ電源入れてみますね。USB ケーブル挿して。はい、今電源入りました。で、左上にまず PS4 って書いてますね。これが PS4 と繋いで使う時のモードなんですけど、ただ俺みたいにパソコンにこれ繋いで、外付けマイクの音声取り込んだりとか、光デジタルで PS4 のゲームを聞くっていう時は、この PS4 モードのままで大丈夫です。この他にモードはパソコン接続モードと、あとハイレゾモードっていうのがあります。まあ、単純にパソコンに接続して使うっていう、ゲームするっていう時はパソコンモードで、あとハイレゾの音楽聞くっていう時はハイレゾモードにすればいいんですけど、まあ、ハイレゾで音楽聞くためにこのゲームだけ買うっていう人も少ないと思うんで、まあ、基本 PS4 かパソコンモードで使うんじゃないですかね。はい、で、これ右上に今 DTS オンっていう風に書いてますよね。これがサラウンドオンっていう意味なんですよ。これ、このちっちゃいボタンワンタップで、DTS オフにすることもできます。まあ普通サラウンドにして使いたいと思うんで、これはオンでいいのかな。で、このボリュームっていうのがありますよね。これは全体のボリューム、ヘッドホンに聞こえるボイスチャット音声とかゲーム音とか全体的にでかくしたりちっちゃくしてるっていうことです。で、このでかいボタン一回押すと、この白いやつがミックスっていう風に行きましたよね。で、これ右側に回すとボイスチャット音声はちっちゃくなんないんですけど、ゲーム音がちっちゃくなります。で、反対にこっち側に来るとゲーム音はちっちゃくなんないんですけど、ボイスチャット音声はちっちゃくなります。これとこっちのダイヤル組み合わせることで、まあ、自分で聞く音声のバランスっていうのを整えていきます。まあ、基本的にはこの画面だけだといいんですけど、まあ、いろんな設定っていうのはこのゲームダックだけでできるんですよ。この前紹介したミックスアンプはパソコンないとできなかったんですけど、このゲームダックは基本的にこのゲームダックだけで設定が完結します。まあ、どういう設定があるか、この前の動画でもやったんだけどね、これ一回押しますよ。長押しです。で、これメニュー開きます。オーディオ、インプット、アウトプット、ディスプレイ、イルミネーション、アバウト。まあ、基本的にこれオーディオっていうとこしか使わないです。他のとこは何かというと、インプットでモード切り替えとか、あとさっき喋ったパソコンモード切り替えたりとか、アウトプットっていうのがこれ、さっきのラインアウトの設定ですね。スピーカー繋いだりするときしか実際関係ないです。ディスプレイはディスプレイの明るさとかですね。と、イルミネーションはついてきたヘッドセットを、あれ、イルミネーション機能があるんで、これで設定変えれます。まあ、でも好きなヘッドセットとかヘッドホンと組み合わせる場合はこれ関係ないです。アバウトっていうのは現在のバージョン情報ですね。はい、で、次オーディオ見ていくんですけど、まず DTS ヘッドフォン X って書いてますね。これオンオフっていうのは、さっきね、トップ画面みたいなところでこのちっちゃいボタンでオンオフしたのとこれ同じ設定なんで、あ、別にここで変える必要ないですよね。別にトップでここ押せばいいだけなんで。はい、で、次、イコライザーなんですけど、ですね、あらかじめ用意されてんのが、このフラット、バスブースト、リファレンス、スマイリーでいいんですか？最初ですね、俺使ってた時、このバスブーストにしてたんですよ。これ、左側3つが高くなってるやつ。だったんですけど、俺ちょっと低音足りないなと思ったんで、こっちのカスタムで、バスブーストよりもこの左側3つをでかくして、カスタムで今は使ってます。はい、次この原因なんですけど、これは使用するヘッドホンとかヘッドセットのインピーダンスによって切り替えます。ローとハイがあります。はい、で、これサイドトーン。サイドトーンっていうのは、ヘッドセットをつないで、自分で話しますよね。その声がリアルタイムで自分にも聞こえるかどうかっていうやつなんですけど、これはオフ、ロー、ミッド、はいっていう風に4種類からあるんで、サイドトーン使いたい場合はこれ高くしていけば声が大きく聞こえます。あとマイクボリュームもこれ手元で1から10までかな、1から10まで変えられますね。はい、まあ機能的にはこんな感じですね。でもサラウンドっていうのは結構賛否両論分かれるものなので、例えばヘッドホンとか接続して 7.1 チャンネルでゲームを聞いたとしても、実際ステレオの方がいいとかって言ってるプロゲーマーの人とかも実際にいるし、まあ、こういうの使ってミックスアンプとか使って合わないから普通にステレオに戻したっていう人も結構いるんですよ。まあそうなんですけど、俺的にはやっぱサラウンドの方が好きなんで、俺こういうデバイス結構買ってるんですよ。サラウンドの方が敵の場所とか結構わかるし、もうゲームの臨場感とかがね、本当に全然違うんですよね。もう本当に入り込めるぐらいすごい臨場感で、まあゲームも楽しくなるっていうのもあるし、
まあ、なので結構好き嫌いは分かれるんですけど、これはこのサラウンドおすすめ派でございます。あとね、これ前回の動画見てもらったら分かると思うんですけど、付属のヘッドセットと組み合わせたら、なんかサイドトーンにノイズが入ってたんですよ。でもなんかしばらく使ってて、あとなんかパソコンに接続してファームウェアアップデートとかしたら、これね、サイドトーンのノイズいつの間にか消えてたんですよ。なんでかちょっとわかんないんですけど、まあなんでその辺は多分大丈夫かなと思います。あとですね、俺みたいに外付けマイク使ってる人だったら関係ないんですけど、これにヘッドセットつなげると、ヘッドセットの音質どうなのかっていう、 PS4 でボイスチャットすると音質どうなのっていう人もいると思うので、ちょっと一回ね、音声テスト、音質どんな感じかっていうのをテストしたいと思います。そのテスト方法なんですけど、 PS4 2台使って、でその2台でボイスチャットつなげて、でこれでヘッドセットで話しますよね。でその聞こえる音声、相手側に聞こえる音声を録音して、でそれで実際聞いてみて音質どうかっていうのをちょっと試してみたいと思います。でそのヘッドセットの音質テストなんですけど、この俺セットで買ったこのヘッドセットでやればいいって思ってるかもしれないですけど、多分ね、これ単体発売されたらこのヘッドセット買う人います？これセットで買う人いなくないですか？でですね、俺の動画で結構音質比較してるヘッドセットってこれなんですよね。ハイパー X のリボルバー S、 これで結構音質テスト動画作ってるので、ちょっとですね、今回はこれを PS4 のコントローラーに直接挿した音声と、このリボルバー S についてくる USB サウンドカードを通したマイク音声で、最後にこのリボルバー S をこのゲームダックにつないでボイスチャットした音声、これをちょっと3個取ってみて、どれが一番音声が綺麗に相手に伝わるのかっていうのを試してみます。はい、じゃあ早速やっていきます。ただいまハイパー X クラウドリボルバー S を PS4 の DualShock 4に直接接続して録音しています。ただいまハイパー X クラウドリボルバー S をPS4 の DualShock 4に直接接続して録音しています。音質どうでしょうか？ただいま HyperX クラウドリボルバー S を付属の USB サウンドカードで録音しています。ただいま HyperX クラウドリボルバー S を付属の USB サウンドカードを使って録音しています。マイク音質どうでしょうか？ただいま HyperX クラウドリボルバー S をスティールシリーズのゲームダックに接続して録音しています。ただいま HyperX クラウドリボルバー S をスティールシリーズのゲームダックに接続して録音しています。マイク音質どうでしょうか？はい、というわけで HyperX クラウドリボルバー S をコントローラーに接続した場合、付属の USB サウンドカードで録音した場合、このゲームダックで録音した場合、3種類ちょっとテストしてみたんですけど、はい、どうでしょうか？俺が聞いた感じだと、特にね、このゲームダックに接続したからといってマイク音質良くなるとかそういうのはあんまないですかね。このゲームダックはマイク音質、多分どれ接続してもそうだと思うんですけど、まあ、ヘッドセットの中にはすごい音質いいヘッドセットとかもあるんで、まあ、そういうのだったら普通に結構いいと思うんですけど、まあマイク音質が平均ぐらいのヘッドセットとか、あんまそのままデュアルショックに繋いでも音質良くないようなやつをこれに繋いだからといってマイク音質が改善されるというようなことはなさそうですね。あんまりマイクはいいイメージないかな。はい、で最後にこのゲームダックどんな方におすすめ、どんな方に向かないかとかっていう話をちょっとして終わろうかなと思います。俺がですね、このゲームダック使って良かったなって思うことなんですけど、まずね、これ設定がパソコンいらないです。この前紹介したミックスアンプはパソコンに接続して初期設定とか、専用ソフトインストールしたりとか、そういうちょっとめんどくさい工程を行う必要があったんですけど、これはもう一切必要ないです。まあ、ファームウェアアップデートとかはパソコン必要なんですけど、まあ、基本的にそういうの以外は全部これだけで設定できます。あとですね、やっぱりね、この全体のボリュームコントロール、バランスコントロールっていうのは非常に便利。これミックスアンプでもできたんですけど、これはね、マジで便利です。あとですね、単純にこのディスプレイがついてて、まあ、ここで情報を確認できるっていうのと、あと見た目も単純にかっこいいですよね。こうやってなんかゲーミングデバイスっていうか、まあ、なんだろう、なんかよくわかんないけどなんかかっこよくないですか、このディスプレイついてる感じが。それがすごい良かったかなっていう感じ。あと俺みたいに外付けでマイク使う場合は、こういうモバイル端子、AUX 端子がないとできないので、まあ、これも本当についててありがたかったなという点ですね。だいたいミックスアンプと同じようなことができると思ってもらっていいと思います。持ってる人だったら。はい、で次ちょっと俺が気になった点なんですけども、俺普段パソコンにこれゲームダックつなげて使ってるって言ったんですけど、パソコンを立ち上げるとたまにこのゲームダックを認識してない時があるんですよね。でいちいち USB ケーブルこうやって抜いてもう一回差し直すと認識されたりとか、まあ、そういうのが何回だろうな、10
回に1、2回ぐらいかな、そんぐらいの頻度で起きます。まあ、これはもしかしたら俺のゲームダックがダメなのかとか、 USB ケーブル接触悪いという可能性も考えられるんで、もしかしたら全員のゲームダックで起こるということはないかもしれないです。まあ、もしかしたらあるかもしれないんで、そこはちょっと注意が必要かなと。あとですね、さっきこのバランス調整みたいなの、これが非常に便利って言ったんですけど、ちょっとそれにも欠点がありまして、このボリュームとミックスってありますよね、これ白くなってる方が今コントロールできるやつですよっていうことなんですよ。なので今ミックスを上げたり下げたり、まあ、上げたり下げたりっていうやつじゃないんですけど、ミックスっていうのは、まあ、これバランス調整するやつなんですけど、でこれもう一回押すとボリュームをコントロールできるっていう風になります。ただね、これミックスアンプだったらでかいダイヤルで全体のボリューム上げたり下げたりして、ちっちゃいダイヤルでバランスコントロールだったんですよ、ミックスアンプは。なんですけど、このゲームダックっていうのは一回ここで切り替えっていう動作が発生しちゃうので、例えば今ミックスになってるのに、わゲーム音ちょっとうるせえなっつってゲーム中に慌ててこうやって下げて、このバランスがおかしくなっちゃったりとか、ミックスコントロールしようって思ってボリューム下げちゃったりとか、そういうことが結構頻発するんですよ。これ分かりにくいんですよね、これ白と黒っていうだけだと。急いでると特に間違えます。まあ、これね、ミックスアンプユーザーだった俺から言わしてもらうと、この空いてるスペースとかにもう一個ダイヤルつけて、ミックスアンプみたいにこの別々でやらせてくれれば本当は一番良かったんじゃないかなと思いますね。まあ悪いとこって言っても、でもそんぐらいじゃないですかね、俺的には。まあ今って結構パソコン持ってない方が多いので、あのミックスアンプと違ってこれ全部一個で完結できるというのは本当にすごいいいと思います。2018年11月9日国内販売が始まるようなので、俺も販売始まったら概要欄の方に Amazon のリンクでも載っけておきますので、気になった方ぜひチェックしてみてもらえたらなと思います。というわけで今回は以上です。バイバイ。動画見てくれてありがとう。みんな楽しんでくれたかな。説明欄に Twitter セカンド、なんだよまあいろいろあります。チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。オッケー、チャンネル登録、チャンネル登録よろしく。